ディートリヒ、ディーター・フラバクは、第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットで、ある。1935年から1945年5月8日まで、ドイツ国防軍、1955年から1970年9月30日に、退役するまでは、ドイツ連邦軍の空軍に放職した。エースパイロットとは、空中戦で5機以上の敵機を撃墜した。 軍隊パイロットを呼び表す故障である。第二次世界大戦中に1000回以上の作戦行動に出撃し、東部戦線での109機と西部戦線での16機を含む125機の戦果を記録した。フラバクは早い時期から航空に興味を示していたが、1934年に海軍に入隊した。 二年後に空軍に転籍となりパイロットの資格を取得した。1938年にフラバクはウィーンの第138戦闘航空団第愛飛行隊に配属された。この部隊はポーランド進行作戦中に第76戦闘航空団第愛飛行隊に解消され、1940年4月には第54戦闘航空団 大通飛行隊となった。ポーランド侵攻作戦中の1940年5月13日に、フラバクは最初の作戦飛行で撃墜され、第二次世界大戦におけるドイツ空軍戦闘機パイロット最初の悲撃墜者となった。フラバクの最初の戦果は、フランスのポテ63機であり、独仏急戦協定までにさらに5機を撃墜した。 バトル・オブ・ブリテンの期間中に JG54 の一員から8月26日に JG54 大通飛行隊の飛行隊長になり A 空軍戦闘機を相手に10機を撃墜した選考によりヘルマン・ゲーリング国家元帥から直接起死鉄十字章を授与された JG54 のメッサー・シュミット目1 9 g イフラバックはバルカン戦線に参加しロシアで バルバロッサ作戦が始まると、北部の戦線に転戦して、レニングラード上空で戦った。1942年11月に、JG54 を離れ、第52戦闘航空団の、戦闘航空団司令に就任した。フラバクの指揮下で、JG52 は1万機以上の戦果を上げて、最大の撃墜数を誇る戦闘航空団となった。 1943年8月に、フラバクは100機目を撃墜し、11月に337人目の白洋付け期鉄十字章の受賞者となった。1944年9月20日に最後となる125機目の戦果を挙げた。1944年10月に、フラバクは JG54 に復帰し、対戦終了まで、 最後の戦闘航空団司令として務めた。ドイツ空軍に対するフラバクの最大の貢献は、その戦果の高ではなく、指揮能力、戦術作戦能力、指導力の質の高さであり、これらにより指揮下の部下達から敬愛され、空軍指導部内での名声を獲得した。ドイツ連邦空軍のロッキード F-104、スターファイター戦後フラバクは、自動車と、 科学産業界で働いていたが、1953年に、連邦首相のコンラート・アデナウアーから、新しいドイツ連邦空軍の編成への助力を、壊れた。1956年にフィルステンフェルトブルックの、高等パイロット訓練センターの指揮官となり、1962年には、北部ドイツとオランダの防空責任者となった。1964年に、フラバクは、 NATO の中央ヨーロッパ防空指令に任命され、その後ドイツ連邦空軍のロッキード F-104、スターファイター機導入計画の特別管理職に任命された。少々の地位で、フラバクは、ドイツ連邦空軍の戦術コマンドを指揮した。フラバク将軍は1995年9月15日に、プファ編方編で静かに死去した。ディートリヒ・フラバクは、 以下の源氏で知られている。もし戦果を上げて帰還しても、領期を伴って帰ってこなければ、その戦闘は負けである。ありがとうございます。